皆さんこんにちは。今回はコンビニで買ってきたライドケミートレカフェーズ1 5パックと、あとポケモンカードのシャイニートレジャー、こちら2パック買ってきました。シャイニートレジャーは2パック制限だったんだけど、ライドケミートレカは制限ありませんでした。だけど5パックしか買ってません。どっちから開けようか。シャイニートレジャーから開けてみようかな。2パックで出たらすごいよね、シャイニートレジャー。あ、でも結構出るのか、これハイクラスパックだから。もともとワンボックス10パックしか入ってないもんね。じゃあ見ていきます。うん、全然わからん。カルボー、ケイシー、オンバット、エンテイ、ラフレシア、見えたね、なんか。じゃあね、見てみましょう。じゃーん、あ、ラウドモン EX SSR だ。いいんじゃない、なかなか。そしてコリンク、ネイティオ、タウンデパート、ボタンだね。お、いいじゃん SSR。 それじゃあ2パック目、これから出たらすごいよね。なんか色違いはなかったのかな、ちょっとわからんけど、なんか出ろね、どうせなら。ちょっと見てみましょう。これダメそうだね。じゃあ見ますよ。ジオズム、ヒトデマン、ビリリ玉、ドドゲザン、ブロロローム、ウェルカム、そしてクエスパトラ EX ね、ダブルレアだね。そして大回転、ネモのリュック、レッスンスタジオですね。シャイニートレジャーはね、こんな感じでした。いいね、ラウドボン。それではね、ライドケミトレカ開けていきましょう。1パック目。いや、もうオーズ出たから、あとはビルド狙いかね。えダメだ。ドッキリマジーン、ガンバホエール、ディープマリナー、アッパレブシド、そしてゴールドダッシュの SR。 いいね。それでは2パック目。パイレーツ、バーニングネロ、カリュードスか。お、ホッパーワン、あ、そう、踊りっぱのレアです。踊りっぱか。3パック目、バーニングネロ、オドリッパー、スパイクル、そしてスケボーズ。なんか見えてる、なんか良さそうなの見えてるね、これ。なんだ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 。うわ、アッパレ武士道だ絶対。はい、アッパレ武士道の UR。 パラレルではありませんでした。じゃあ4パック目、微妙なやつ出たね。違うのか。なんだ、やっぱ違うね。これレジェンドライダーカードだ。マットホエール、カマンティス、ピカホッタール、そしてスチームライナー、ラスト。お、ビルド、ビルドのレジェンドライダーカード、めっちゃいい。嬉しいね。これのパラレルが欲しいんだよね。かっこいいやん、ビルドの。じゃあラスト5パック目、この流れでね、ビルドのパラレル出てきちゃうかもね。じゃあ見ていきましょう。うーわ、もう終わった。なんだそりゃ。バレットバング、スマホ、ヒケスキュー、レスラー、そしてガッツショベルの SR か。いやー、これはデンとダメでしょう。今回出てきたパックの中から相性のいいカードが5セットあったんだけど、音声はね、この2セットだけ聞いてみましょう。じゃあまずアッパレ武士刀とスケボーズ聞いてみようかな。
スケボー必殺技だったね。じゃあ次はガンバホエールとスパイクル聞いてみましょう。ガンバホエールガッチリコー、って笑ったね、今。面白い。じゃあ必殺技スパイクルホエール、へへ、フィーバーって言ってほしかったね。じゃああとビルドも聞いてみましょうね。で、ディープマリナおー、いいね、ディープマリナガッチャンコ、へえ、おもろい。ディープマリのブーンブーンってソナーの音がしたね。といった感じで今回はコンビニで買ってきたライドケミートレッカーとシャイニートレジャー開封したんだけど、シャイニートレジャーは2パックで SSR のラウドボーン、ライドケミートレッカーの方からはアッパレ武士道とビルド、こちらがね出てきました。まあぼちぼちって感じだね。ただパラレルは出なかったのがちょっと残念でした。ポケモンカード最近手に入りやすくなってるよね。いいことだよね。ということで皆さんもね、ぜひ気になる人はね、チェックしてみてください。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。